未来を生きる君たちへによりデンマーク人女性として初の受賞者となったスサンネビア。デンマークは1956年に初めてアカデミー、国際長編映画賞に映画を出品した。これまでにノミネートに至ったのは、クワイウェイトク、パウ、ハリーザ・バトラー、バベットの晩餐会、ペレ、追走のワルツ、アフターウェディング、未来を生きる君たちへ、ロイヤルアフェア愛と欲望の王宮、 偽りなきもの、ある戦争、ヒトラーの忘れ物、アナザーラウンドの13本、受賞に至ったのは、バベットの晩餐会、ペレ、未来を生きる君たちへ、アナザーラウンドの4本である。デンマーク代表作品は毎年夏の終わり頃に、デンマーク映画協会によって選出される。1956年よりアンパスは、外国語映画賞を設置し、各国のその年最高の映画を招待している。 外国語映画賞委員会はプロセスを監視し、すべての応募作品を評価する。その後、委員会は5つのノミネート作品を決定するために、秘密投票を行う。以下は、デンマークの代表作品の一覧である。A、ペレはこの他にマックス・フォン・シドが主演団優勝にノミネートされた。B、アナザー・ラウンドはこの他に、トマス・ヴィンター・ベアが監督賞にノミネートされた。 ありがとうございます。